はい、どうも皆さん、トライアングルです。先に言わせてください。はい、あなたは、人生という、まあ本当にね、寿命だと、まあ80年、90年、まあ長い方だと100年生きる方いると思います。あなたは現在、今からね、今から私が起こす行動によって、大切な、人生の時間を、3分から4分ほど、失わせてしまいます。ごめんなさい。はい、先に謝っておきます。今回なんですけど、新アップデで、ダークメタナイトが来たんですよ。まあ、ダークメタナイトが来たというか、まあ、映像も確定して、まあ、次はおそらくアドレーヌだと思うんですけど、で、今回その、メタナイトの技で、下から、剣が突き出るっていう技があるんですよね。その技をどうしても使ってみたいと。私、トライアングルさんも、なんだろう、もう、早くからもうやりたいと。あの技がすごいかっこよすぎて。だから、なんとかしてできんかと考えた結果、できることが判明しました。はい。どうやるのってことなんですけど、まずですね、反転させます。いつものように。はい。マリオエース面白かったですね、本当に。はい。最近ちょっとマリオ一式ってことね。一つだけカビって。ニンテンドーさん、もみな、ごますりこすりするみたいなね。うん、ちょっと何言ってるかわかんないですね。そして反転させます。そして、あ、星の丸々じゃない、アルティメットですね。まあ、アルティメットじゃなくてもいいんですけど、まあ、アルティメット行きましょう。はい。アルティメットになってですね、アルティメットになるんじゃないわ。スタート。そして、プレイヤー人数3人です。はい。で、僕友達いないので、もちろん、自分で、押します。ちょっと待ってね。コントローラーが、よいしょ。ほい、ほい。OK。よし。で、スタートして、3本のコントローラーを使います。そうすることによって、ダークメタナイトが完成します。まあ、これでも十分ダークメタナイトなんですけどね。で、今回、サポートしてくださる、技を打ってくださるのはこちらでございます。こちらの方でございますね。はい。コモくんでございます。はい。行きましょう。こちらでまずスタートします。コンピューターはいりません。はい。邪魔になるだけなので。そして、まあ、どこでもいいので。行きましょう。皆さん、いいですか？人生の、4分間、僕にください。行きましょう。ですね、まずこれでも十分ダークメタナイトなんですけど、まあ、格好はダークメタナイトで確定と。そしてですね、このコモくん。はい、行きましょう。参ります。ちょっと時間かかるかもしれないです。コントローラーちょっと使うんで。待てよ。こうします。これでまずあれですね、メタナイトの、技っぽいですよね。そして、コモくんが、上にこうやって、そして、行け！どう？ほら！ほら！ほら！あの技っぽくないですか？ほら、ズプシ。誠に申し訳ございません。ごめんなさい！トライアングルさん、さすがに、この4分間というか、3分間ぐらいか、無駄に過ぎたんで、ちょっと挽回してください。残りブリーチの黒崎一護的な感じで挽回してくださいって。なんとか頑張って、イメージを回復させましょうって思うじゃないですか。何も考えてないですよね。やばいな、ちょっと待って。何かしら成功を収めよう。そう、何かしら成功を収めてこそだ。そうだ。ちょっとなんかいろいろ考えます。はい。ちょっと待っててください。そうだ、トライアングルさんね、そういえば、とある、物を見つけてたので、今回は、実はですね、この、エクストラスターベータ、その中に、マルクの絵があるんですよね。実は、あるところがありまして、その、絵のところにマルクを連れてったら何かしら起こるんじゃないかということで、今回、こちらドリーム神殿で、マルクを連れて、行きたいと思います。はい。で、そちらに挑んでみたいと思います、トライアングルさん。若干、頑張ってる感があるっていうのはちょっと、お察しいたおけ！素晴らしい、もう完璧でござる。マルクの達人、トライアングル、ありがとうございます。よし、マルク行きましょう。はい、チートキャラですね。まあ、誰もがわかる、もうチートキャラ。はい。まあ、でもね、新キャラの僕的には、ダークメタナイトも強いと思うけど、ドロッチャー、でもダークメタナイトかな。多分ね、一体は、マルクみたいな感じで、とんでもなく強いキャラクターがいると思うんですよ。だから、その一体が多分、まあ、アドレーヌではないと思うんだけど、多分、ダメタか、ドロッチェ。でも多分人気的にはドロッチェな気がするけどね。ドロッチェは本当に結構人気キャラというかね、発表があった時も、わ、ドロッチェだ嬉しいっていうコメントがすごい多かったんでね。ダメタは結構かっこいいな、みたいな、そんな感じの、コメントでしたけど、ドロッチェは本当に、あ、やったー、僕たちのドロッチェが、みたいな、そんな感じでしたからね。ちょっと待って、体力やばいんじゃない？大丈夫？よし、じゃあ行きましょう。はい。ストーンになっとく。まあ、いっか。このまま行きましょう。レッツゴー。はい。で、この先、もうちょっと行った先ですね。その行った先にポンカースがいるんですよ、敵として。そのポンカース
を倒した後に、行った4人の場所があるんですよね。その4人っていうかね、その4人でしか行けない、トライアングルさんじゃ一生行けないような場所があるんですよ。はい、友達4人と行きましょうみたいな、友達100人できるかなみたいな、あったじゃないですか。僕ね、それ、言われた時ね、完全に僕に対する嫌がらせだと思いますね。はい、作ったさ、この曲を作った方。トライアングルに対する僕は挑戦だと僕は受け取ったので、僕はその曲に対して、僕はこの曲を作った人に対して私は、正直、ライバル心というか、もう敵対心があります。はい。トライアングルには絶対ない言葉ですね。トライアングルお前が言うなって。まあ、これちょっと潰しましょう。これ潰すと楽に倒せますので、皆さん覚えてくださいね。はい、こうやってやると一発でハイポンカスさんされる。さよならでございます。んで、こちらも、引っ掛けておきますと、はい、来てください。ポンカスさん、こちら来てください。今から処刑します。はい、今から処刑しますので、こちら来てください。はい、トライアングルさんじゃない。はい、ポンカスさん。もう、あれ、うまく2体いるときに言うと瞬殺ですからね、ポンカスさん。はい。問題ないでございます。それではさようならです。はい。ゴリラさん、バイバイ。いい男だ。さあ、そして、よいしょ。まあ、ハンマーにならんくってもいいんですけど。で、こちら行きます。そして、4人で引っ張るところがあるので、こちらで引っ張ります。そうするとですね、行きますよ。はい、ありがとう。オッケー。さあ、そして、じゃあ、丸く以外全員ちょっと消しますか。オッケー。で、この上にマルクの絵があるので、それでマルクを連れて行きましょう。何かしら起こるかもしれない。これですね。これ。行きましょう。はい。どうだ、マルク。ほら、重ね、その、姿と絵が重なり合うとき、今、我が最大の魂が解放されるとか、そんなねえのかよ。わあ、見て。ハンマーが折れた。